ごきげんよう、劇団コバーシェライターの店です。僕思うんですよね、手帳は書物だ。あれね、ほんとね、文房具屋さんに売っちゃダメなんですよ。手帳っていうのは本来本屋さんのね、一つのところで手帳っていうジャンルを作ってもらって、文庫本とか美術とかのあのジャンルに手帳っていうジャンル入れるべきなんですよ。で、手帳のところから今年も買おうかなみたいな、そういう感じでね、まあ言って雑誌ね。月刊誌とかあるでしょ？年刊誌ですよ、あれは。そう思わないとね、納得できないぐらいの流通量と購入量になっておる。だから、この手帳をこのために使おうつって、書くからこれが欲しいんだっていうね、考え方も、まあもちろん大切なんですけど、手帳はね、使ってこそなんぼなんですが、わあ、この手帳面白いなと、この手帳の構造素敵だなとか、そういったものを楽しむために買ったっていい。そう思うわけです。だから僕は手帳探訪という、メインチャンネルでたまにやってるね、シリーズがありますけれども、あれをね、やってるとですね、もう僕の周りの人がですね、お店はあれだろ？手帳をのこととか、手帳を見てくっちゃべるみたいなやつで、YouTube であれね、お金もらってんだろ？と。手帳さ、ちょっと見つけてきたけど、これ持ってる？あ、持ってないの？あ、持ってないならさ、買うからあげるわ。みたいなことが、こうね、たびたび起こるようになってきました。ありがとうございますって言ってもらうんですよ。で、今回ね、そのもらってきたやつを、この手帳シーズンですから、いろんな手帳をね、検討してるところでしょう。だから、この手帳ってこんな機能があるんだ、みたいなものを、ただただ楽しむっていう動画です。制作費、0円です。もうこの光熱費だけでお送りします。よろしければ最後までラジオ感覚でお楽しみください。これです。このぐらいの近さでいこうか。もうちょっと影映るのはもうちょっと気にしないで。これですね、英語スタッフダイアリーって書いてある。スタッフの何？アフタヌーティーリビングのショップスタッフが考えた働く女性のためのダイアリーです。詳しくは裏面をご参照くださいって、まあ文章書かれてるの珍しいですけど、そうですね、アフタヌーンティーです。これね、アフタヌーンティーって、愛媛だけなの？そんなことないよね。でも全国的にあるんだとは思うんですけれども、認識してるんですけれども、アフタヌーンティーっていうカフェのところに売られてたそうです。すごいですよね、アフタヌーンティーって。なんかね、帰りしに茶葉売ってたりとか、なんかお菓子とかね、売ってたりするんですよ。最後にデザート出てくるやつとかの、これがこうでとか、パスタはね、これの、ソース使っとんですよ、ぜひ持って帰ってください、みたいな感じの、コーナーがあるんですけど、そこにね、手帳があったんだよ。買ってこようかって言って、じゃあ、お願いしますって言って買いました。買ってもらいました。裏面をご参照ください。なんかおしゃれ。そう、こんな感じか。ね。どこのアフタヌーンティーかはもうバレちゃいますけどね。アフタヌーンティーリビングのショップスタッフがこだわり抜いた働く女性のためのダイアリーです。まあね、これ男性だって、男性もかって書いてほしいですよね、これね。今、多様性の時代ですから、ダイバーシティの時代ですから、これね、働く女性のための、これ言い過ぎですよ。働く女性のための、かっこ男性もちろんか、かっこその性自認がどちらでもかって書いてほしいですね。で、ダイアリーですと。ということで、メモページを充実させてほしい。ウィークリープランの左ページは、1週間のレイアウト。右ページは方眼メモ。なんか説明はね、してますね。で、年間スケジュール、マンスリープラン、ウィークリープラン。これ、こだわり抜いたって書かれてますけど、まあ、そうですよね。やっぱり、マンスリーだけじゃダメだよね、みたいな。あと、ウィークリー、ね、やっぱ必要だよね。で、ウィークリーの横にメモページあったらいいよねって。まあ別にめちゃめちゃ目新しいわけじゃないですよね。すべてなんか、手帳のこれの部分こうだよね、手帳のこれの部分こうだよね。だから別にこれ、別に独自性があって、なんかナンバーワン分かっておる。ナンバーワンな手帳なんてない。手帳になった瞬間から、要は取捨選択ね、ターゲットの取捨選択が行われておる。だから完璧ではないけれども、まあただその、このね、働いてる人たちが自分たちが使いたいという手帳を作ったんやということなんですね。働く女性のためのっていうの気になるよね。アフタヌーンティーって男性働いてなかったっけか。まあまあいいんですよ。だからアフタヌーンティーの女性スタッフだけのための手帳かもしれません。ちょっと待ってくださいね。いきなりこれ。僕はね、いきなり油断してましたね。つるつるの、つるてんですね。これたまにあるパターンですね。
ブックカバーというか、手帳カバーは持ってるよなっていう。手帳カバー、なし、手帳カバーご自由、ね、ご自身でご用意くださいって書いてなかったら用意しないのか君らは、みたいな。いきなり、手帳始めてみよっかなの人が、家帰った後に言うといてくれやーってなるパターンのやつですね。言うといてや、そしたらこうたのに、一回家こう、帰ってきたもんやから、明日もう一回行く？手帳のカバー買うためだけに？みたいな感じのダメージを食らう、パターンの。これ白いからね。だから、この紙このまま使えんことないですよ。使えんことはないけど、僕やったらここにもうシールとかベタベタ貼って使ってもいいかなと思いますが、こう手帳カバーを想定してるであろう紙質です、ここは。ね、わかるでしょ？手帳カバーを想定してるであろう系の、やつですよ。ザラ、ちょっとザラツルとしたね。さあ、1ページ目かな。ちょっといきなり変わったポイントですよ。なんですか？インデックス補強シールですと？このラベラーシールみたいなやつがね、これね、わかるかな？ほら、透明のやつと、このピンクックなね、やつが、いきなりやりました。クリアかピンクを選びいただきますって書いてますけど。あ、こういうのよ。こういうのいきなりついてるの嬉しいじゃない。これなんか、もうこの時点でいきますけど、インデックスがさ、ほら、もうついて、これ、インデックス便利だけど、ちょっと置いときますよ。まずこれ、去年と来年と、今年の、俯瞰するカレンダーがあります。これね、何曜日とかね、そういうのがこう年末年始とか気になることもあるでしょうから、こういうの必要ですよね。で、あと祝日はこういうふうな感じで書いてますね。これなんかあったね、イヤープラン。あ、これすごいね。これね、ドーンと15ヶ月分が全部であります。これすごいね。こっからこことか書いたり、例えば、シフト制の勤務の方とかそういうの書いたり、あと、お金とかを使わなかった日をチュチュとか、ウォーキングちゃんとした日をチュチュとかって、15ヶ月は壮観ですね。なるほど。いいじゃないですか。そして、ここから、インデックス付きです。これいいですね。ちょっといきますよ。こんな感じで、10月だけがこうですね。ああ、でもね、これね、あ、なるほど。最初のところが全部短い方に合わせてんだ。だから、これね、インデックスいらないかもよ。僕はこれで、インデックスいらないっていうか、こう飛び出させる必要ないですね。これで開けれますから。大好きな方眼ですね。5ミリ方眼でしょうか。いいですね。これ、使いよいね。で、全部英語にしてるところとかもちょっとね、こうなんかちょっと日本語のやつだと、こうデザイン気になるわーっていう人ね、デザインの好き好みってやっぱフォントとかも気になるやん。英語にしとくとさ、もうなんか文句言えないっていう、そういう感じありますよね。で、ここら辺の、仏滅とか、仏滅とかも一応、大安友引仏滅だけ書いてますね。あれでしょ？なんだっけ？仏滅とが、お葬式ダメなんだっけ？とか、友引がどうとかありますよね。で、大安も、なんか大安吉日のあれでしょ？で、ああ、あと月、満月、とか、あそこら辺の満月、新月とかは書いてますね。あとハロウィン。ハロウィンはこの枠なんや。ここに to do とかメモ書いてて、こう結構広々としてて、で、線も薄いから、枠をね、はみ出た時も気にならない使い方ができるんじゃないでしょうか。というか、これ割と結構好きだな。俺、あれ？これ割と結構好きだぞ。次。ここだよな。これね、私好きかもしれません。ちょっと近づいて、影映るけど気にしないで。これね、ライトつけたら余計影が強くなるんだよね。まあまあいいや。わかりますかね、これ。8時から22時までですね。まあだからアフタヌーンティーの出勤 だとこれでいいんでしょうね。月曜日から日曜日ね。月曜始まるよ。月曜始まるよ。あれ、カレンダーは？月曜始まるよ。そりゃそうよ。土日で挟んじゃうとね、やっぱ仕事で使うってなったら、やっぱ土日はひっついてくれてないと困るのよ。8時から10時の、ホリゾンタル、バーチカルじゃなくてホリゾンタルで、ここにトゥードゥ、ちょっとかけますよ。ああ、いいね。これ結構理想なんだけど、表面さえ、表紙さえなんとかすれば、これ結構理想だな。
マジいいやん。めっちゃ良くない？はい。なるほどね。これがウィークリーがありので、今度はこいつ、これさ、なんか前もさ、ハンズで売られてたやつとかもさ、手帳担保したじゃない。これシンプルなのにね、なんかこう 2,3 周して戻ってくる瞬間ってあるでしょ。これいいよね。何にも気をてらってないよ。けどこのインデックスも微妙に便利だと思うよ。うん、まあ個人的にはこれ見えててほしいってのはあるけどね。でもこれが見えてないから、ね、かっこいいみたいなのもあるでしょうし、僕とかだったらここちょっと切っちゃうね。ここ切ってもう見えるようにしちゃうと思う。うん、だからこんな感じになってる。この表紙がここの長さと同じにしちゃう方がいい気はする。うん、そしたらね、こう見えるじゃん。見えてもうすぐ開けれるでしょ。そうの方がいい気はするけどな。まあこれからは好みですよね。うん、で10月から始まってますけど、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、うん、ですね。12まであって、12だけが、あ、12はもう終わってんぞっていうことか。だから12のウィークリーだけないですね。25年の12月だけ。だってまあまあまあ次は、あ、違う、あるわ。あるんだ。ああ、そっかそっか。インデックスがなくなってんだ。はい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 。で、31日で、なんかめちゃめちゃ薄くなってるけど、ええやんな。これ別に濃くしたってやと思うけど、1,2,3,4 が薄い。あ、これもしかしてそういうことか。11月やったら、あ、11月ぴったり、ちょっと日曜日で終わっちゃってるけど、こういう感じで、来月のやつは薄くしてますね。あ、これもちょっと、多分これがいい人もいるんだろうな。来月の、だけど、こう、ウィークリーで見たらここに被ってる時。この時に色がちょっと違ってくれることによって、これが11月感が増すみたいな。ちょっとそこにメリットを感じる人もいるんかもしれん。はい。で、終わりました。で、パーソナルデータ絶対書きません。で、インディフィケーション。あれか。アイデンティティのあれ、アイデンティファイやから、アイデンティファイ、なんか、個人のなんか情報みたいな、誕生日とか、パスポートナンバー、手帳ナンバー、ドライバーズライセンスナンバー、なんでこんなこと書かなあかんねん。落としたらどうする気なん？インポータントメディカルインフォメーション、あ、これとか書いてもいいかもな。なんか書かれる付けの、ファミリードクター、アドレス、まあアドレス。で、フォンとノート。こうね、私がこういう風に倒れとるときは、この病気の可能性があるんで、救急車でこう伝えてくださいみたいなの書いとくと、こう倒れ、うってて倒れるね、最後の時に手帳がバラッとなってたら、とか、うん、そういうことがね、手帳こうやって見せて、バタって倒れたら、ちょっとね、正しい適切な対処してくれるかもしれんから。そう、それはなんかね、大事らしいですね。自分の基礎疾患とか、体のちょっと不得意なところとかを書いておくと、こう自分が本当に日もさっちもいかんなった時って、こううまく喋れんかったりとか、自分で行動できない時ってあるじゃないですか。で、そういう時に、ちょっと私は実は、こんな感じで、倒れてしまう可能性があるんです、みたいなメモを、手帳に入れておいて、それを伝えて、うーって助けを求める。っていうのはありかもしれないですよね。で、これからAED とかっていうのが全国に結構広まってきて、で、こうね、こう バコンって言って、こう心臓とかの、治療っていうのを、応急処置を、国民全体でやっていこうよってなってるけど、あれもあれでなんかいろいろ問題を抱えてるらしくて、例えばその心臓とかでこう、うーってなってる時に、ああ、じゃあ助けましょうかって言って、異性を助ける時とかに、その後セクハラで訴えられたりとか、で、そこら辺の判例とかがまだ全然ないらしいんですよね。そう。で、でも、かといってですよ。じゃあ僕が倒れました。で、女性しか周りいませんと。でもな、なんかセクハラって言われるのも嫌やから、私はよしとこうかなって、助けられるのも嫌やんってなるでしょ。ってなったら、もしかしたらそういった情報みたいなものを、書かないといけなかったり、ね、心臓に持病がある方とかやったら、もうそういうことの時には、もう、ほんまに助けてくださいと。もうそういうね、変な心配いりませんから助けてくださいみたいなことを書いておくとかっていうのが、もしかしたらね、いる時代が来るかもしれませんからね。そのぐらいね、なんかあれも社会問題化してるらしくて、そうで、
あれもなんかツイッターとかで炎上してましたもんね。なんかこう AED を助ける男性がいた時に、なんかああやって必要以上に服を脱がしてたとか、あんなん言われたらおしまいやん、せっかく命を助けようとしたのにってなるけど、まあまだそこら辺がだから AED に対する理解とかもさ、やっぱこういうの社会って徐々にじゃないですか。そうだからあれが本当に命を助けるもので、もう自分の周りでもあれのおかげで助かった人がどんどん出てきたら、いやそんなこと言うのはあんたね、生きるか死ぬかの時にそんなこと言ってる場合かねとかってなるけれど、そうまだね、そういうところも含めると自分のこのメディカルインフォメーションっていうのはもしかしたら、必要なことかもしれませんよね。とか言っちゃって、これ何？フリーページは白なんや。しかもなんか変な白。なんやろね。なんか、普通さ、ここ方眼なんやったらここ方眼行きたくならん？そうでもない？え、そうでもないか。なんか変わってるね。そう。変わってるねって言われて何も。ね、別にその変わってるからっつってなんかこう排除するわけで、だってここの白とはちょっと違う色なんですよ。これちょっとね、カメラでは全然わかんないと思うんですけど、若干こことここ違うし、材質も硬いんで柔らかいんだけど、ここ白なんだ。まあなんかちょっとこう貼ったりとかその程度なんですよね。で、これさっきも言ったように、これはブックカバーに入れるの前提みたいな紙質なんで、これだけで完成させるってことはないんでしょ。予定とかで行けば、それこそ、こうね、予定とウィークリーが書き込めますよと。で、ここで終わる人が大半だろうけど、まあメモしたかったらメモは追加でやりなされみたいな。だからこことかはもうマジで本当に、まあいつも僕が言って、工藤さんにやめときなさいって言われるやつやけど、まあ申し訳程度のページと。これを申し訳程度と言わずに、何を申し訳程度と言うんだっていう感じですけど。で、やっぱね、この、ここ。これはね、あ、ここだけね、分厚くなったりとかしないんですね。だから、これはもうすぐね、ベロベロになると思います。はい、1ヶ月もね、ちゃんと使ってれば。で、このインデックス補強シールでしょ？これを貼ったらいいと。まあ、透明とピンク。え？でも、ピンク残したらさ、終わるんじゃないの？あ、ちょっと透けるんだ。ちょっとスケルチンなんだね。スケルティンなんだね。じゃあ、まあ、とりあえず透明使いますね。好みの色でいきたいじゃない？ぴったりなんだ。ちょっと大きいように見えたけど、あ、ぴったりだね。あ、ぴったりだね。はい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 。あ、いいね。うん。これをすれば、かなり、強度が増す感覚になりますね。うん。で、あ、途中であったな。あったあったあった。紐がありますわい。ありますわい。赤、なんこれ。ネイビーとエンジア。めっちゃ色綺麗。こういう、なんか謎なところに、なんか謎なこだわりがあると面白いね。でもこれ、ここにつけるんだろ？これインデックスあるからな。2本目はこれどこに入れたらいいんでしょうね。まあでも2個あることに越したことねえか。まあちょっとここら辺とか入れとく？とりあえずね。はい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 と。今週のことが見えますよと。ああ、悪くないですね、これ。悪くない。悪くない、とは思うんだ。でもちょっと待ってよ。なんか、これも使ってみようか、じゃあ。どのくらいの色感覚になるのか。じゃあ、年度の最初の4月とかに貼ってみようか。ああ、はい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 。ああ、でも結構ちゃんと残りますね。ああ、いいじゃないですか。あ、いいね。うん、いいねいいね。
こう、ちょっとこう、大事な月とかだけ色を変えるとかでもいいし、全部色を変えてもいいと思います。はい。うん。ああ、確かにいいかも、これ。なんか、すごいいいな。ちょっと英語のノートカバーで、とりあえずこんなんとかで、ほぼ日ね、いつもやってるからさ。まあ、これ、ほぼ日使ってたらあんま意味ないんだよな。ほぼ日って、ウィークリー、マンスリー、そして、1年間これ書けるっていうね、これもなんかちょっと完成形があるからな。そう、でもこういうとこに挟んで、こっち側に普通の英語ノートとかにしていくみたいなことはできそうな気はしますよね。うん。あとなんだ？ああ、だからあれか。まあやっぱ、ベタに行くなら。このライフオーガナイザーですよ。ね。これハンズのこいつを入れてますけど。そう、ハンズと比べると、かなり薄いっすね。こっちも結構似たようなもんだったんですけど、そう、これね。思い出した。こう、実際に書いたりとかしてやってみたけど。こっちはなんでこんな分厚いんだ？なんでこんなに分厚さ違うん？やったこと一緒。あ、違うわ、これ。そうだ。2024年から、そう、25年の6月まであんだ。そう、嘘みたいにあんだよ。あ、違うわ、これも15ヶ月か。12、15、15ヶ月よね。15ヶ月、どっちも15ヶ月やのに、なんでこんな違うの？何が違う？これ。紙が分厚いのか。紙が分厚いぐらいでこんな違う？でもこっちは、そうよね。ちょっと、まあちょっとフリーページ、まああるっちゃあるけど、そんな言うほどやしな。そう。こういうの面白いよね。一個一個見比べていくと。そう、ハンズの、同じ15ヶ月のね、これもう、こっちから見たらもう、なんちゃ区別かね。けど、こんだけ薄いです。だから、こっちの方が、少し軽くなるかな。うん。で、こっちに、ペロペロペロ。めっちゃいいね。うん、いいね。使い方になると、やっぱハンズもまたこれは独特やったよね。こういう1週間ごとに、かけて、で、ここがバーチカルなわけだから。これも手帳田んぼで扱ったんだけど、なかなか偉いよね、これも。けど、こっちはすごくシンプル、最低限な感じ。うん。だから、必要なもの以外は何にもないよって感じと、ここがフリーページでドンと使えるところが差別化ですかね。うん、こんな感じだから。そう、こっちは縦に書いて、こんだけしかフリースペースないから。こっちはもう、こう、ある程度、こう、限定しちゃってるけど、こっちにガーって書けるみたいな。まあ、好みですね、これも本当に。うん。なかなかいいけどね。まあ、最近だから僕が英語サイズあんまり使ってないから。そう、やっぱり、持ち歩きのでっかいのが、クミさんなんで。まあ、でも、クミさんが、B6 サイズなんですけど、英語サイズと、こんなサイズ感です。いかがですか？これとこれだと、やっぱちょっとでかいな。でかいっていうかね、重いんだよね、これだと。だけど、これとこれの組み合わせとかやったら、でっかい予定の書き方は、ちょっと書きやすいかもしれない。これ、好みやね、マジで。ハンズのやつの、これが使いよう人もいると思う。で、これは多分ね、生活ログとかにはいいんだよね。こう、横に、こう、縦に書いてくれてるやつは、すごく、ね、例えば睡眠時間とか、こう、なんていうかな、横にも、データを見ることができるみたいなところがあって。いや、縦もあるんやけど、やっぱね、目をこう動かすんと、こう動かすんで、やっぱ僕は、そう、ものを横書きに書いてるときは、横に動かすデータの見方の方がいいような気がするんですよ。だから、そう、そこら辺、そういうふうには使えないけど、僕はこうね、ウィークリーっていうのはタスクをデザインするために使ってるんで、ね、持ち歩きは小さい手帳に書き込んでいくけど、
朝のセットアップというか、まあ儀式のようにさ、僕はその朝こう手帳に書き込んで、ああこういう予定なんやなってこうデザインする時には、大きいの全然ありだよね。うん、まあ、ライフオーガナイザー枠でもいいと思います。ライフオーガナイザー枠やったらやっぱりハンズの方はどうしてもこのメモページの分とかが無駄になってくるんだよね。こっちはマジでそれがないからめちゃめちゃシンプルです。で、これ何円ぐらいしたんやろ。いただいたものやけあんまりね、値段こう安いとか高いとか言いたくないけど、税別1200円やから1320円、1320円か、安いね。安いよね、1320円って安いよね。マンスリーウィークについて紙質もなかなかいいし。なるほどな。でも個人的にね、このこういう状態、こういう状態のね、あのやつはやっぱりカバーをつけて使いたいなって言ったところです。はい。でカバーつけて、あのまあおしゃれに遊びたいなみたいな。いやでも最低限でいいな。これシステム手帳ユーザーからしたら、こういうね、マンスリーウィークリーっていうのをシステム手帳使わずにこの糸とじを使いたいというか当然あるし、こっちの方が書きやすいんですよ。だけど、メモの部分はいらないんですよね。だってメモの部分はシステム手帳に書いていろいろと増やしたりとか減らしたりとかした方がいいから。だから手帳に、なんか手帳とノートって正直、共存しなくていいみたいなところがあって、だからだん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 、だから僕もほぼ日ウィークスもメガよりも普通のウィークスの方が好きになってきたんですよね。そのメモのところはね、よそに書きゃいいからみたいな。だからオールインワン糸とじで一冊っていうのはやっぱり憧れるんですけど、まあ僕とかはね、手帳にもう脳が焼かれた人間ですから、いろんな手帳を使いたいとなると、なかなかね、一冊にまとまって1年間過ごしましたってことは、まあ多分これから先このチャンネルやったら普通に考えられないんで、うん、そこはいらないなって感じです。ってなったらね、そうよね、やっぱシステム手帳英語サイズからこのクミさんになってきたのも僕の中ではね結構自然だったのかもしれん。あ、でもやっぱこうやって見たらどう、違和感なくない？てかクミさんの外側って縦がちょっと短いだけでほとんど英語なんだな。うんね、がっつりカバンの中に入れて、ね、やりたい人とかは僕この2冊体制いいと思うね。うん、あ、だから当然ほぼ日と一緒ってことないの。ほぼ日はもう役割が被りまくるから、そう、これだとちょっと小さいんだよって人はこっちに行くことになるんじゃないかな。そう、でもなんかちょっと使いたいな。ほぼ日の数はでかすぎたんで僕の中で持ち歩くには、これだったらギリいけるような気がする。ただこれノートカバーつけたい。今日ちょっとね、街中に遠征しに行くので文房具遠征にちょっとノートカバー見てみよう。なんか安い、なんかビニールとかのでな、そう使ってみて、そうだってまだ使うかわからんしな。そうやっぱり持ち歩きはどうしても小さい手帳が好きなんで、僕は多分10月からこのロールバーのこれにしようかなと。ほぼ日ウィークスも考えたんですけど、まあほぼ日ウィークスはまだ1月まで寝かさなあかんし、とりあえず3ヶ月間はちょこれ使ってみようかなと思ってるんですよ、外の持ち歩きはね。そうだけど家ではね、英語サイズいいな、悪くないよね、悪くない、悪くないとは思うんだってなるから、迷うな。実際な、このクニさんにこうマンスリーリフィルを入れてしまうと、マンスリーリフィルって言ってるけど、まあ、これも頭パックリメロンパンなんですが、マンスリーリフィルという名のあのロルバンダイアリーをベゴーンってちぎって穴開けて入れるんですよ。はい、あれを僕たちは、マンスリーリフィルと呼んでしまってる時点で、まあなんかちょっといろいろぶっ飛んでるんですけど、でもね、そうするとね、こう閉じれるものが閉じれなくなるから、やっぱりマンスリーウィークリーはちょ分離させたいと思ったんですよ。で当然ね、もうちょっと小さいホームキーウィークスで、もっともっと小さいこの、ロルバンの本のやつ、はい、だけどこの英語サイズでがっつり書きたい人、予定とかしっかり書き込んで、うん、こう自分のねライフをデザインするっていうところが、必要な人はこれもありだと思います、大きさ的にね。うん、いかがでしょうか。まあ持ち歩きで言ったらな、やっぱどうやったって小さいは正義だよね。
そう。あと、ウィークリーだって、8時から22時だったらこれでいいからね。プロッターのウィークリー、ミニ6サイズでってこと足りることになるんで、そこら辺との、見極めですね。うん、だけど、手帳を1冊で、ちょっとね、まとめてみたいなとか、うん。あと、ワンイシューでいいこと。例えば、これそれこそカフェとかみたいに、こう、複数の人でなんか管理したいこととかを書くときとかには、こことかめっちゃ使いよいと思うんですよね。で、今週のところに、こう、ちょっとこう、勤務とか、そういうのを書くとか、ワンイシューで使う。うん、そういった感じで、いけばありなんじゃないかなと思います。が、はい、非常にいいですね。この手帳探訪。使うか使わないか置いといて、こうやってコレクションして、ああ、こんな手帳があったんですね、って本棚に並べる。その時点でもう勝ちだから。よろしく。はい。ということで、今日はね、このアフタヌーンティーさんが出している、アフタヌーンティーオリジナルダイアリー。こちらを探訪していきました。この動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録、高評価して次の動画をお待ちください。ハッシュタグ202で視聴者が Twitter、Instagram で交流しております。そちらの方も楽しんでもらえると確信しておりますので、ぜひ覗いてみてください。あと、サブスクリプションが2種類です。詳しくは概要欄にあります。こちらも検討してもらえると嬉しいです。とにかく私たちを応援してください。ということで、はい。皆さん、こうやって、まあ手帳ね、買うか使うか使わないかわからないけど、まあちょっとお金別にないわけじゃないし、なんか中身見てみたいなとか、めでてみたいなって、そんな気楽な気持ちでね、手帳楽しんでもらえたらと思います。手帳はあくまでも一人用のゲームですから、他人にとやかく言われることじゃないです。自分で楽しみたいだけ楽しんで、ハッピー手帳ライフをお過ごしください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。